本日は質疑から入りたいと思いますので、質問のある方は少し名称名をおっしゃってからご質問いただきますので、よろしくお願いします。なし。昨日訪問データ行政などについて少々お話しされていたようですけれども、今回デジタル改革関連法案が成立したので、デジタル庁が正式に、法律で9月1日にスタートするということなので、それまでの手順について私の方から報告をさせていただきました。今も募集をしておりますけど、人事に関してもご相談をさせていただいたと。デジタル庁創設に至るまでの今までの過去の経緯をいろいろ振り返りながら、よくできたなと、この短期間にというようなことですね。あとはその他、今のワクチン接種、1日あたりの人数も増えていく、加速化されるというようなことに関しても意見交換をさせていただきました。ですからデジタル庁創設までの計画を作り、法律を作り、人を集め、でそれで全部で1年でやるというようなことは、普通の霞が関のスケジュールではないことにチャレンジしたわけで、スケジュールにのっとって前に進むことができたというようなことですね。デジタル館以外の方々についてはオープンにしていこうと思っています。デジタル館というのはですね、内閣総理大臣の申し出によって内閣が任命するというポジションなんですよ、法律的に。だから他の幹部人事とはちょっと違うんですね。でそれ以外の人事に関して言えば、そのもうオープンにしていこうと、これは採用で採用が決定をすると。今第2弾、多くの方々も面接始めてますけど、そういう方々とは違うということになります。最終的に閣議決定をしなきゃいけない人事ということになると思います。